シェルシェルはオペレーティングシステム OS のユーザーのためにインターフェースを提供するソフトウェアであり、カーネルのサービスへのアクセスを提供する。それだけではなく、この用語は非常に緩やかに応用され、特定のコンポーネントの周辺に構築された任意のソフトウェアを含むこともある。例えば、Web ブ,ブラウザや電子メールクライアントは、 HTML レンダリングエンジンのシェルと言われることがある。OS の内部、カーネルとユーザーの間にある外角であることから、このように呼ばれる。大まかに2種類に対別すると、キャラクターユーザーインターフェース、CUI ベースのコマンドラインインタープリタ、くらいの形態をとる、コマンドラインシェルと、グラフィカルユーザーインターフェース、GUI ベースで、いわゆる、 デスクトップメタファー等の環境へのユーザーインターフェースという形態をとるグラフィカルシェルに分けられる。クライと GUI のどちらが優れているかという議論はしばしば行われている。クライ指示派は特定の操作、ファイル群の移動などを行う際に GUI よりもクライの方が早いと主張する。一方 GUI 支持派はグラフィカルシェルの方がユーザビリティが高くシンプルだと主張する。 しかし、そもそも、どちらが優れているかという問いがナンセンスであり、愚かな議論である。例えばサーバー管理は、リモートのことも多く、VNC などで GUI 画面を転送して、ネットワーク帯域を浪費することは好ましくなかったり、そもそもセキュリティポリシー的にそのような接続は、禁止されることもある。一方で、例えば画像や映像などのデータの開発や編集には、 GUI の方が適している。マルティックス以前の OS では、シェル的なユーザーインターフェースの機能は、OS 本体と混然一体なものとして考えられ、そのように実装されていた、今日でも簡易なモニタ的なものではそういった設計も、他、マルティックスは、シェルをモジュール化して独立させる設計を示した。ユニックスも、その影響を受けて設計され、シェルは、 単なる一ユーザープロセスとして動作するもので、利用者の好みにより選択もできる。また内部実装の話としては、端末デバイス等がそのようにして、シェルを独立したプロセスとして実装できるように機能が設計されている。MS DOS でもあまり一般的ではないが、コマンド、コム以外のフリーソフトによるシェルなどもある。なお、 msdos の起動時の設定ファイルである config.sys において shell イコール c コマンド com といったようにして設定されるファイルはその設定項目名の通りシェルであることが多いがブートの最後に最初のプロセスとして実行するプログラムを指定するものであって例えばアニメなどの架空の OS の起動画面を再現するプログラムなどシェルでないものを指定することもある エキスパートシステムにおいては、特定用途の知識ベースを入れる前の空のエキスパートシステムをシェルと呼ぶ。最初のユニックスシェルは、ケン・トンプソンが開発したトンプソンシェルである。その手本になったのがマルティックスのシェルで、さらにその手本になったのが、ルイプザンが CTSS 向けに開発したランコというプログラムである。事実上すべての現代の OS シェルは、 対話モードとバッチモードで使用でき、後者はシェルスクリプトと呼ばれるファイルの名前を指定することでその中身を解釈実行する。バッチモードでは制御構造、条件文、変数といったプログラミング言語的要素を利用できる。バッチモードでの必要に迫られてそういった機能を追加したシェルもあるが、もともと宣伝されたプログラミング言語として設計されたシェルもある。 逆に一部のプログラミング言語は、シェルのような対話的利用が可能である。シェル自身が持つ機能に関係しており、シェル単体で処理が完結するコマンドが内部コマンドである。それに対し、他のプログラムにより実行されるコマンドが外部コマンドである。OS の外角としてのシェルでは普通、外部コマンドを実行する機能は必須である。また、システムに異常がある場合、 外部コマンドがほとんどあるいは全く使えなくなることもあるためそういった場合に対処できるよう外部コマンドで実装できるものでも内部コマンドが用意されることもある Windows のシェルは MS DOS 時代にフロッピーディスクでの運用では外部コマンドが全くないこともあったコマンドコムの影響で多数の機能を抱えており一見では似ている UNIX 系のシステムに移行したユーザーは ディアコマンドに相当する、LS コマンドなどすら外部コマンであることに、しばしば戸惑う。以下の機能のそれぞれを持つものもあれば、持たないものもある。歴史上有名なものやよく使われているユニックス、シェルとして以下のものがある。常実の一覧の一部は、DOS や Windows でも利用可能であり、ユニックスとの相互運用性を様々なレベルで可能にする。主な例として、SH。 バッシュ、KSH、CSH、TCLSH、RSH を利用可能、シグウィン、インタックスなどがある。Windows Services for Unix は、ほとんどのバージョンでコーンシェルと C シェルを提供しており、パールもコマンドラインとして利用できる。Unix シェルは、OS、ニア、オパンベームズといった他の OS での利用可能である。また、VMS のシェルである戻 s Windows OS に UNIX k 系 OS で利用可能となっている。DOS や Windows NT のシェルも UNIX K 系システムで利用可能となっているバージョンがある。プログラミング言語処理系に対するコマンドラインインタプルタも一種のシェルである。OS 的な機能へのインターフェースを持つものもある。グラフィカルシェルはグラフィカルユーザーインターフェース、GU、i n t e GUI による アンドオアデスクトップ環境などといった GUI 環境へのユーザーインターフェースとしてのシェルである。コマンドラインシェルと違い、形態がそれほど明確には固まっていない。例えば、X ウィンドウシステムなどのグラフィックシステムなどを含んだかなり広い範囲を含んで捉えられることもあれば GNOME デスクトップ環境の GNOME シェルのように その提供する UI のほとんどの機能は他のプログラムを通じて提供される本当にごく薄いシェルに徹しているものもある。また、XWindow システムの環境では Window マネージャーをデスクトップ環境も兼ねたシェルとして使うこともあったり、XWindow マネージャー、Windows さん、X 時代のプログラムマネージャーや MacOS におけるファインダーのようにランチャーやファイルマネージャーが ベースのグラフィカルシェルもある Windows シェルもプログラム自体はエクスプローラーである。MacOS ではシステムソフトウェア、あるいは単にシステムと呼ばれていたクラシック MacOS 時代の6 8 k マッキント n 用のバージョン1から2017年現在の現行版である Macs のバージョン10.13ハイ、はい、シエラに至るまで一貫してファインダーがグラフィカルシェルである。 マイクロソフトのように Web ブラウザと統合する等というような小手先の高機能化等図独自アーキテクチャであったクラシック MacOS からユニックス系のコアを持つ MacOS 点、現 m a c への移行という大きな変動すらもユーザーに対しては Finder というシェルによりかなり隠されているということなどは最初の設計時の先見性と言える。現代の、Microsoft、Windows のシェルは Windows Shell である。ファイルマネージャーとしての Windows Explorer のほか、デスクトップ環境、スタートメニュー、タスクバー等を含めた全体を指して、Windows Shell という用語が使われている。古いバージョン、Windows 3X、NT3X では、プログラムマネージャー、プログマン、e キシーがデフォルトのシェルであり、デフォルトでなくなった後もしばらくは残っていて、 シェルを切り替えることもできた。などのデスクトップアプリケーションもサードパーティーのエンジンを使っているという意味でシェルと呼ばれることがある。同様に Windows Explorer のインターフェースに不満を持つ多くの子や業者が機能や外観を変更するソフトウェアや代替のグラフィカルシェルを開発してきた。前者、外観改善の恒例として Window b l i n s がある。後者、代替の例としては などがある。相互運用プログラムや特定用途のソフトウェアにより、Windows 上で、後術の u n i x 系 g u i 環境を使用することもできる。また、Windows NT の一部バージョンには OS2 サブシステムがあり、OS2 のプレゼンテーションマネージャーと同等の環境を提供していた。前述のように、 グラフィカルシェルとして捉えられている範囲が一定していないため、ここではいくつかの類型に分類して示すものとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。